マーサ、やめろクレア。神の意志なり。神の歌のマーサ、お前を処刑する。ケイ・アールト・ムーンフレーム、天井に燃え盛る炎の精霊よ、いにしえの契約に基づき神羅万象を焼き尽くせ。やめろ。天井に燃え盛る炎の精霊よ、コズミックフレーム。マーサ、マーサ、バカな、そんなバカな、貴様、殺してやる、殺してやる。処刑は終わった。貴様に用などない。待て、貴様を絶対にやめるんじゃ。アーレス、なんだと、奴がマーサを。俺は許せん。バカ者、マーサの気遣いを無駄にするつもりか。マーサ、気遣い。マーサが自らの命一つでこの集落の者たちの命を救ったのだぞ。なんだって。本来なら皆殺しでもおかしくなかった。だがマーサが自らの命を差し出し、アーレス、お前だけが悲しいと思うな。マーサ、ミスか。まるで獣のような目をしている。剣を抜きたくは抜くがいい。だがその結果どういうことになるか十分な想像力を働かせるのだな。マーサが自らの命一つで集落の人たちを助けた。ここで俺が暴走したらマーサの命が無駄になるというのか。マーサの死が無駄に。クソ。それでいい。これは神の意志なのだからな。すまぬアーレス、わしを殴ってもよいぞ。いや、俺はマーサの死を無駄にしたくなかっただけだ。そうか。もうウルも終わりだな。そうじゃな。わしももうシーアークへ旅立とうと思っておる。ではな。ウルアークに人がいなくなる。俺の故郷に人が誰もいなくなるというわけか。俺はもう誰も頼る人間がいなくなる。ウィルって女性を探したところで、おう、マーサ、クソ。何しけた面してんだよ、え？誰だ？よっ、こらしょ。いや、怖え姉ちゃんが出てくるもんだから、まったく隠れるのに苦労したぜ。この声は。ひでえ目に遭いそうだったぜ。おめえがアーレスだってな。マーサから。いいパンチだぜ。しかしいきなり殴るか、わけも。貴様のせいだろうが。マーサのことかい。そうだ。そいつは違うぜ。マーサを殺したのはフレアって怖え女だ。俺じゃねえ。お前が各地で神を冒涜するような真似をしてきたから。おいおい、いつから神官の肩を持つようになったんだ、え？そいつは逆恨みってもんだぜ、わけも。何？俺は各地で神の意志に疑問を投げかけてきただけだ。なぜ俺らを弾圧するんだって。そいつはお前さんも同じはずだぜ。しかし。しかしもクソもねえんだよ。俺らは弾圧を黙って受けるほどできちゃいねえ。理由があんならそいつを聞いて
いい方向へ改善する努力ってやつをする必要があるんじゃねえのかい。俺はそのために今は亡きアブラーム様の意志を継ぎ、各地を放浪して調べてたってわけでな。アブラーム意志を。マーサにそのことを伝えた途端、これさ、確かに目つけられたのは俺の手落ちかもしれん。だが誰かがやらにはならん。一体何を調べてたんだ。少しは落ち着いたかい。ああ、さっきは悪かった。殴ったりして。気に入ったよ、アキエロ。マーサは残念だった。だがあれでよかったのかもしれん。マーサが死んでよかっただと。いちいち噛みつくなよ。話を聞く気あんのか。聞く。じゃ歌詞を変えようぜ。中で聞こう。わかった。ついさっきまでそこで寝ていたのにな。言うな。まあいいさ。じゃ話をしようじゃねえか。 D と言った。各地で調査をしていたというが、各地で一体何をしていたんだあんた。 D でいいぜ。答えろ D。 アーレス、おめえは今の世の中どう思う。質問をしてるのは俺だ。その回答が俺の質問の回答につながるのよ。神官が。おう。神官が世を支配し、民に平穏な生活がもたらされれば問題はない。だな。問題は神官がその強大な力を民の弾圧に使い始めたらどうなるか。誰もが一度は考えることだ。そいつが現実になってるってことが問題なわけだ。神の意志。少なくとも奴らはそう言ってる。神の意志ってのは何なんだろうな。知るものか。神に聞け。そうよ。それで俺はアブラーム様と共に旅立ったのよ。志半ばにして挫折してしまったがな。おめえがまだこんな鼻垂れガキの頃よ。あの忌々しい森がなければ。俺は各地を放浪し、神に会うためには4つの道具が必要であることが分かった。4つの道具。マーサとの約束。マーサがなぜ選ばれたのか、その秘密を神に問いただしてやりたかったのさ。アブラハム様の意志を継いで。マーサが選ばれた。森とは一体何のことだ。迷いの森といや、人々を惑わす神の罠さ。聞いたことはある。絶対に抜けられない森という話だ。抜けられるさ。あるもんがありゃな。だが俺らはそいつを見つけられなかった。アブラーム様の遺体は未だその森の中よ。神に会うためにはそこを抜けねばならんのか。そいつは分からんがな。俺とアブラーム様はそこでつまずいちまったってことさ。迷いの森、抜けられない神の罠。4つの道具が神に会うために必要と言ったな。それはどういうものなんだ。わからん。 D、 お前は放浪が手段ではなく目的になってたようだな。皮肉を言うな。だがどのような性質のものかは分かってる。教えてくれ。その道具には4つのエレメント、炎、水、砂、風の魔力が封じ込められているそうだ。誰が持ってる。それもわからん。ただ4人の神官なら知ってるかもしれねえ。ま、こいつは俺の勘だ。だが。だが。そいつを持っていないと神には会えないって話だ。神に会うためには4つの道具を手に入れろか。そういうこった。マーサのことを選ばれたと言ったな。ああ言った。誰に、どのような目的で選ばれたんだ。
神に目的はわからねえが選ばれたんだよ。マーサはその目的に気づいてたんだよ。そしてウィルも。マーサとウィルが神の目的を知っていたというのか。ああ、神の目的というのはどうやら二人一緒に神の前で交わることだったらしい。二人一緒に神の前で交わる。そうよ。神の前で交わるとどうなるの。知らねえ。何を知ってるんだお前は。そうとんがるなよ若えの。マーサの体に何か印のようなもんはなかったか。印。ああ、杖のような形をしたあざみたいなもんだ。そういえば。以前見たことがある。マーサの体には入れ墨のようなあざが。確かに杖と見えなくもない。心当たりあるようじゃねえか。あざのようなものが体にあった。確かに杖に見えなくもない。そいつだな、間違いなく。聖なる印というやつか。よく知ってんな。聖なる印を体に刻み選ばれし者っていうのがマーサと、そしてウィルよ。あのあざは何だ。ウィルの体にも印があるんだよ、杖の形をした。ウィルにも。そうよ。ウィルのあざは悪魔の杖、マーサのあざは神の杖と呼ばれている。二つの杖が交わるとき何かが起きる。その何かを神は欲しているっつうわけだな。だがマーサとウィルはそんなことを望んでいなかったというわけだ。まさかマーサは。ああ、俺もそう思ってる。マーサはわざと殺された。バカな。今となっちゃ誰にもわからんよ、マーサの心の中の問題だ。一体何が起きるんだ。マーサとウィルが交わると。知らねえ。だがマーサとウィルがビビっちまうような内容だ。俺がこれまでの調査報告をマーサにした途端、彼女はそっとしちまった。神の目的を知ったんだらしい。俺には言わなかったがな。どれほど恐ろしい想像をしたのかは知らんがな。神が俺たち人間を滅ぼそうとしているかもしれねえ。バカな。俺もそう思いたいがね。マーサは気の毒だったな。殺したのは神官、いや元を正せば神だ。あんたを責めてもしょうがない。立ち直り早いじゃねえか。育ての親だろ。泣いてマーサが戻るならいくらでも泣いてやる。強くなったなアーレス。俺が見たのはおめえが鼻垂れ小僧だった時だからな。泣いてる暇などない。俺は神に会いに行く。そう来なくっちゃな。そうすっと競争だな。ああ、俺はあの迷いの森の抜け方を探す。アブラハム様の二の舞にはならねえ。俺はアーレスにできることがあるぜ。俺よりしんどいかもしんねえが。望むところだ。プレンアークの惨状は目の当たりにしたよな。ああ、ひどいもんだった。何か足りなくねえか。水と砂のエレメントが足りないということか。なんだ、気づいてたのかよ。つ、ま、そういうこった。どういうことだ。どういうことって、水と砂の神官は参加してねえってことだよ。炎と風で十分だったんだろう。プレンアークを全滅させるのなら炎だけで十分だぜ。あの怖え女の力は知ってるだろ。つまり水の神官と砂の神官は何かの理由で参加しなかった。何かの理由。もしかすっと仲間割れかもしれねえ。バカな。もちろん考えすぎかもしれん。だが参加しなかったのは事実だ。何か理由があったんだろう。そいつを探るのさ。
もしかしたらうまくいくかもしれねえ。砂の神官と水の神官だったな。言っておくが、二人がどこにいるのか俺は知らねえぞ。期待してないさ。言ってくれるな。だがプレーンアークの西にあるあの川、あそこを渡らねえことにはシーアークにもなかなかたどり着けん。わかった、俺はそっちの方向から行ってみる。俺は生き字引と呼ばれてるばあさんを訪ねてみることにするぜ。生き字引？物知りばあさんのことさ。シーアークの近くに住んでるらしい。わかった。アーレス。なんだ？マーサは気の毒だったな。もう言うな、今は忘れる。お互い競争だぜ。あの瞳、死ぬ時俺を見て微笑んでいた。マーサ、一体何を言いたかったんだ。クソ、俺が約束などにこだわらなければ。マーサ、俺は神の前に出て確かめてきている。マーサを殺さなくてはいけない目的とは何だったのかを。俺が納得できぬ理由であれば、神であっても俺は切る。マーサ、さらば。ではないか。君はいつもここにいるな。神のなせる技の恐ろしさをかみしめておるのじゃ。ここプレーンアークも美しい集落じゃった。こうなる前はな、この集落が元に戻るのにどれだけの歳月が必要なのかの。それを思うと胸が締め付けられる。ん？どうした？この間の元気がないぞ。俺はいつも通りだ。悲しんでなどいない。誰が悲しみと言っておる。何かあったようじゃの。わしに話してみんか。たまに何がわかる。そうじゃな。だが慰めることくらいはできるやもしれん。そうすると炎の神官に殺されたというお主の母親。育ての親だ。実の母親じゃない。うん、そのマーサには神の目的が分かっていたのかもしれぬと。ああ、ウィルという女性も知っていたらしいが、もう一つわからないのは砂の神官と水の神官が二
プレーンアークの裁きに参加していないってことだ。なんぞ事情でもあったのかもな。それを知りたい。会えばよかろう。会っちゃくれないさ。やりもせず、なぜそんなことを言う。わしを川で助けたあの勇気は、なくなってしまったか。何よ、この。なんじゃ、言うてみ。どうかしてる、俺ってやつは。子供相手にムキになって。確かに俺は弱気になってるらしい。なんじゃ？いや、やりもしないうちからこんなんじゃ、先が思いやられると反省した。うん、気に入ったぞ、お主。では一つ教えてやろう。教える？水を制するは炎。炎を持ってきた者のみが神官に会えるだろう。炎？炎を持っていくってどうするんだ？さあな。ま、そういう言い伝えがあるそうじゃ。水を制するは炎。アーレス。なんだ？お主は年齢にふさわしくない辛い思いをしたようじゃの。慰めてくれるのか？まあな。お主の悲しい顔は心にキュンとくる。喜んでいいのやら、悲しんでいいのやら。育ての親を亡くした者の痛みはわかるつもりじゃ。しっかりしろ。お主のあの無謀な勇気、わしは気に入っておるのだ。褒められてるのかな。無論じゃ。お主は強い。母親を亡くし、生きる目的すらなくなってしまったというのに。生きる目的はある。神に会うという。ちょっとぶん殴ってくるだけだ。また会えるといいな、アーレス。君はこの集落の生き残りではないんだろう。そうじゃ。誰なんだ？お主に真の勇気と行動力があればまた会えるじゃろう。アクアは言ってしまった。俺に勇気と行動力があればまた会える。どういうことだ？